お世話になっておりますマサルです。今回は特殊なパーミッション SUID というアクセス権について一緒に勉強していきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。特殊なパーミッションはよく試験でも出題されますが、いまいちよくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は特殊なパーミッションの代表的な存在 SUID について一緒に勉強していきます。なお今回もキラーコーダというサイトを使って実際にコマンドを試していきます。キラーコーダの使い方はこちらの動画で説明しています。参考にしてみてください。それでは SUID についてお話ししていきたいのですが、いきなり SUID についてお話しすると分かりにくい説明になってしまうので、先にパスワードコマンドについて説明させてもらいます。パスワードコマンドがどういうコマンドなのかを理解して SUID を勉強すると SUID の意味が分かってくると思います。それではパスワードコマンドについてお話ししていきます。パスワードコマンドとはその言葉の通り、パスワードを変更したり管理するためのコマンドです。例えばルートというユーザーでパスワードコマンドを実行すると、ルートユーザーのパスワードを変更することができます。ではキラーコーダを使ってやってみましょう。まずは Who am I コマンドで自分のユーザー名を調べます。現在はルートという名前のユーザーですね。ではパスワードコマンドを使ってパスワードを変更してみたいと思います。パスワードコマンドを実行すると新しいパスワードの入力が求められます。設定したいパスワードを入力します。その後設定したいパスワードをもう一度入力します。無事にパスワードを設定することができました。とってもシンプルなコマンドですよね。ただしここで意識してほしいのは、パスワードコマンドはパスワードを変更するときにあるファイルの情報を更新しているということです。あるファイルというのはエトセスラッシュシャドウファイルというファイルです。シャドウファイルはパスワードの情報を管理しているファイルです。今回はルートユーザーのパスワードを変更したので、シャドウファイルでルートユーザーのパスワードの情報を更新する必要があります。ここでアクセス権を思い出してみましょう。シャドウファイルはテキストファイルです。テキストファイルの情報を更新するために必要なアクセス権は何だったか皆さん覚えてますか？テキストファイルの変更をするために必要なアクセス権は W のアクセス権ですよね。それではエトセシャドウファイルのアクセス権を確認してみましょう。 ls-l を使ってシャドウファイルのアクセス権を確認します。シャドウファイルのアクセス権は640となっており、ファイルの所有者ルートだけが書き込みをできるという設定になっています。書き込みのアクセス権があるということはファイルを編集することができるので、ルートユーザーはパスワードの情報を更新できるということですね。ちょっと複雑ですよね。ただここはとっても大切なところなのでもう一度説明します。パスワードコマンドはパスワードを変更するコマンドです。パスワードはエトセシャドウファイルで管理されているので、パスワードを変更するということはシャドウファイルを変更する必要があります。シャドウファイルのファイルの所有者ルートユーザーは書き込みの権限を持っているので、シャドウファイルの内容を書き換えてパスワードを変更できるということです。ではここで皆さんに考えてみていただきたいことがあります。もしルートではなくその他のユーザーマサルがパスワードコマンドを使ったらどうなると思いますか？パスワードを変更できるのでしょうか？流れで考えていきましょう。Who am I コマンドを使ってユーザーがマサルであることを確認してパスワードコマンドを実行します。この時パスワードコマンドはパスワードを変更するためにシャドウファイルを書き換えようとします。この時もちろんユーザーマサルとしてシャドウファイルを変更することになります。ここでシャドウファイルのアクセス権を思い出してください。シャドウファイルのアクセス権は
640でしたよね。つまりその他のユーザーであるマサルにはシャドウファイルに対してのアクセス権がないということになっています。その結果マサルはシャドウファイルを編集することができないということになりますよね。これだとルート以外のユーザーはパスワードを変更できないということになり困ってしまいます。そこで登場するのが今回勉強する SUID です。 SUID を使うとその他のユーザーであってもパスワードコマンドを使ってシャドウファイルを変更することができるようになります。それではお待たせしました。ここから SUID についてお話ししていきます。先に結論です。 SUID とはセットユーザー ID の略で、一時的に所有者の権限で動作する特殊なアクセス権のことを言います。言葉だけだと難しいですよね。順を追ってお話ししていきます。先ほどの話を思い出してください。マサルがパスワードコマンドを実行するときにシャドウファイルにとってはその他のユーザーなので編集することができないという問題があります。この問題を解決するのが SUID です。 SUID はパスワードコマンドに対して設定されます。 SUID をパスワードコマンドに設定することでパスワードコマンドをそのコマンドの所有者として実行することができるようになります。この話をするとパスワードコマンドの所有者という意味がよくわからないと思う方もいらっしゃると思いますので補足します。 Linux システムで利用するコマンドというのは実はプログラムです。コマンドを実行するということはそのコマンドのプログラムを実行していることになります。最初のうちはなかなかイメージが難しいと思いますが、イメージとしてはユーザーがパスワードコマンドを実行するときに Linux のシステムがパスワードコマンドの要求を受け付けてパスワードコマンドを実行するためのプログラムを探してきて実行している、このような流れになっています。つまりパスワードコマンドのプログラムはファイルとして存在するので、コマンドのファイルにもファイルの所有者やアクセス権が設定されていることになります。ではパスワードコマンドを実行するためのパスワードのプログラムファイルにはどんなアクセス権が設定されているのか確認してみましょう。 ls-usr/bin/password と入力するとパスワードコマンドに設定されているアクセス権を確認することができます。アクセス権を確認すると所有者のアクセス権が rws になっていますよね。この S が SUID が設定されているという意味になっています。 SUID は一時的に所有者の権限で動作する特殊なアクセス権ですよね。つまり誰がパスワードコマンドを実行しても所有者であるルートとしてパスワードコマンドを実行できるという設定になっているんですね。では SUID が設定されている場合どのような動きになるのか、もう一度パスワードコマンドの流れを見ていきましょう。ユーザーマサルがパスワードコマンドを実行します。パスワードコマンドには SUID が設定されているのでパスワードコマンドの所有者ルートとして実行することになります。ルートとしてパスワードコマンドを利用することになるので、もちろんシャドウファイルも編集することができます。このように SUID があるおかげでどのユーザーでもパスワードコマンドを使ってパスワードを変更することができます。では最後に SUID の設定方法についてお話ししていきます。今回は例として ls コマンドに SUID を設定してみたいと思います。それでは現在の ls コマンドのアクセス権を確認してみましょう。現在の ls コマンドのアクセス権は ls-l/usr/bin/ls で確認することができます。アクセス権は755になっていますね。注目してほしいのは所有者の実行が X になっているという部分です。この X は所有者の実行のアクセス権を表していますよね。それではこの ls コマンドに SUID を設定してみたいと思います。なお SUID の設定はセキュリティ的に問題が発生しやすい設定なので、 SUID を試す場合にはキラーコーダなどの検証環境で行うようにしてください。
それでは設定してみたいと思います。ちなみに皆さんはアクセス権を変更するコマンド何だったか覚えてますか？アクセス権を変更するコマンドはチェンジモードコマンドでしたよね。チェンジモードコマンドの後ろに設定したいアクセス権を指定するのですが、 SUID を設定したい場合はアクセス権の最初に4をつけます。今回の場合アクセス権を4、7、5、5と指定すると LS コマンドに SUID が設定できることになります。それではチェンジモードコマンドを使ってアクセス権4755を LS に対して設定します。これで SUID が設定できたはずです。 SUID が設定できたことを LS コマンドを使って確認してみましょう。先ほどは所有者のアクセス権が RWX でしたが、 SUID を設定した後は RWS になっていますね。 S に変わっているので SUID が無事に設定できています。 SUID を設定したい場合はチェンジモードコマンドの最初に4をつけると覚えておきましょう。ところでどうして4をつけると SUID が設定されるのか不思議に思った方もいると思うので少し補足します。実はアクセス権には所有者の権限の前に特殊なパーミッションを定義するためのフィールドがこっそり存在しています。ここのフィールドに4と設定すると SUID を設定することができるんですね。それ以外にも1を設定するとスティッキービット、2を設定すると SGID になります。このあたりは少し複雑なので覚えられる方は覚えてみてください。ここで覚えてほしいのは、実はアクセス権というのは4つのフィールドがあって、最初のフィールドで特殊なアクセス権を指定することができます。ここを4に設定すると SUID を設定できますというお話でした。それでは最後に穴埋め問題を使って今回学んだ内容を振り返っていきましょう。SUID は Set User ID の略で、一時的に〇〇で動作する特殊なアクセス権です。それでは〇〇に当てはまる言葉は何でしょうか。〇〇に当てはまる言葉は所有者の権限ですよね。 SUID が設定されると一時的に所有者の権限で動作させることができます。 SUID で一番わかりやすいのはパスワードコマンドです。通常パスワードコマンドは SUID が設定されています。 SUID が設定されているのでユーザーマサルがパスワードコマンドを実行してもパスワードコマンドの所有者ルートとしてパスワードコマンドを実行することができます。ルートとして実行することができるのでパスワードを管理しているエトセシャドウファイルも編集することができるという流れになっています。ではパスワードコマンドのアクセス権確認してみましょう。パスワードコマンドに SUID が設定されている場合、所有者の実行のアクセス権はどんな文字になっていますか？ SUID が設定されている場合、表示されるのは S ですよね。 SUID が設定されていると所有者の実行権が S になる。わかりやすくていいですよね。最後に SUID の設定方法についてです。アクセス権の設定はチェンジモードコマンドで設定できます。この時ある番号を頭につけると SUID を設定することができますが、どんな番号をつければ SUID が設定できるでしょうか。 SUID を設定するためには4をつけます。所有者、グループ、その他のユーザーのアクセス権の前に特殊なアクセス権を設定するフィールドがあるので、ここに4と入力することで SUID を設定することができます。ちなみに SUID はむやみに設定してしまうとセキュリティ的にリスクが高まるので、試す場合はキラーコードなど検証環境で行うようにしてください。それではエンディングです。今回は SUID について勉強しました。 SUID ってよくわからないなと思っていた方に今回の動画が参考になれば嬉しいです。次回は今回の続きでわかりにくいアクセス権スティッキービットについて解説する予定なので楽しみにしていてください。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するのが孤独で寂しい、周りに質問できる人がいなくて困っている、職場以外の人ともいろんな方と交流してみたい、そんな方におすすめしたいオンラインコミュニティです。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、
Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加できます。こちらは2025年6月のスケジュールです。 Linux の勉強会はもちろん CCNA の勉強会、セキュリティの勉強会、さらには実務でよく利用する Zabbix の勉強会も今回はやってみます。様々なイベントがあります。気になる方はお気軽に参加してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。